おはようございます。ここはマニラで宿泊したホテルです。ポップイン。ここは帰国する前にもう一泊マニラでするんですけど、ここで、宿泊するつもりです。ちょっとタクシー、これで行きます。いっぱいになるまで多分出発してくれないみたい。もうバスの中で10分以上待ってます。多分いっぱいにならないと出ないんだと思いますけど、フェリーの時間は決まってるんですけどね。なんか中国と一緒だな。フィリピンは乗りたいからいっぱいになるんだから、もうこれちょっとあんまり使えないですね。帰りどうしようかな。まあいいか。とにかくうるさいし寒いし、ちょっと早く出発してくれないかな。はい、バタンガスピアに着きました。とにかくうるさい。何乗れ、あれ乗れって、50ペソでなんかちょっとした歩ける距離、なんか変なバイクみたいのに乗れって言うんですよね。で40ペソぐらい払ってこれで行けって言って、もうちょっと行きます。乗ります。初めてですから十分歩けます。乗れなくていい。トイレどこなのかな。ちょっとまだ時間があるかな。では入ります。黄色いゲート入りました。やっとたどり着きました。なんだっけな、税金からターミナルフィーっていうのと、そのチケット、トレチケットなんですけど、買いました。全部で530ペソ。いや違う、あそうかな。この辺の人の英語の発音、日本人もカタカナを読むような発音して聞きづらいですけど、タガログ語が僕、もともと話す人の英語ってとっても聞きづらいです。もうすぐ出発なので、とりあえず乗ります。はい、船に乗りました。マニラでとっても朝早く起きたので、10時、バスで結構待たされましたけど、10時の、10時発のプエルトガレガリに乗ることができました。ただ眠かったんで寝たかったんですけど、バスの中とってもうるさくて、やっぱり国民性が違うのかな。いや、賑やかとかそういうレベルじゃなくてとってもうるさいんですよね。とりあえず出港待ちます。一つ上の階に上がってきて、ちょっと荷物置きっぱなしなんで心配ですぐ戻りますけど、なんか見事ですね。暑い。上の方が帰ってきたんで上に行きます。荷物をちゃんと持って上がります。いやー、ここは帰ってきた。いやー、さっき、聞いたんですけど、私みたいに個人旅行、私一人ですからすぐに個人旅行って分かると思いますけど、すぐに日本人だとバレちゃいます。個人旅行するのは東洋系の顔っていうか、顔、私みたいな顔ですね。日本人だけだそうです。韓国人や中国人は団体旅行らしいです。あと欧米人も個人旅行多いそうですけど、どうしてかわかんないですけど、日本人プエルトガレラへ行く団体旅行客なんか多分あんまりいないのかな。すぐに日本人だとバレちゃいます。どうでもいい話ですね。
日清のシーフードカップヌードルを見つけたので買いました。ちっちゃいですね。暑くてとても持てない。乗って1時間以上経ちました。到着するかな、まだかな、ブレてないかな。バタンガスピアに来る途中、マニラからですけど、バスで高速でそのモンテンルパってとこを通ったんですよ。これ、私よりが生まれるずっと前の話ですけど、昔そのモンテンルパの、モンテンルパの夜は更けてっていう歌が流行ったそうです。そこなんだなと思いました。若い人は何言ってるか分かんないですね。多分 YouTube でもモンテンルパの夜は更けてっていう歌があると思いますので聞いてみてください。ここなんだなと思いました。とにかく私今眠くてしょうがないですよね。どこ行っても眠れない。入湯するのに120ペソ取られてしまいました。なんだこれ、入湯税か。やっと出ることができました。はい、乗りました。値切った結果50です。200って言うんですよ。200、はじめ200、150にするとか100にするとかで、50だっていいかあったら50になりました。いや、ちょっとブレるな、ちょっとブレる。今の時代は Google マップがあっていいですね。ここが私が宿泊するホテルです。いくらだったっけな、ちょっと忘れちゃった。2番私の部屋。特に寝るだけですから、こんなもんですね。トイレと暗いな。ライトつくのかな、つくつく。あ、これシャワーか。これだけ。これで終わり。一人で、滞在十分ですね。ホテルからいいです。出ていくとなぜかレストランなんですよね。うわ、このビーチはいいな。いや
やー、ここでのんびりな猫が心配だけど、なんかあのフィリピンのなんていうかな、スケベな人が行くダンスホールみたいなところはここのビーチにはありません。他のビーチにあるそうですけど、そこが混んでるそうです。まあそんな目的で、まあ、来る人いるか。私はこういうところでのんびりとしたいと思います。いや、いいなこれ、綺麗なビーチ。まだあんまり開発されてないよ気がするな。いいですね。ちょっと一つ欠点が今、おお、あ、水浴は あのダイブショップがちょっと近くにないってより、ちょっと参ったな。向こうまで行ってみるかな。まあいろんなとこ行ってみないで、あのなんか夜の街が賑やかなようなところもあるそうですけど、まあそういうとこ行かないで、こういうところでのんびりと数日ぼーっとしておこうと思います。いやー、ちょっと歩くとダメかな。歩かない方がいいですね、せっかくこういう綺麗なところなのに。でもちょっと足をつけてみたいんですよね。フィリピンっていうのはその英語のスペリング綴りに最後に S がつくんですよね。要するに複数って言って、島がたくさんありますから複数。ああ、ちょっと忘れて、あ、気持ちいい。いやー、 GoPro ベンチなくなりそう。ちょっとそろそろホテルに帰るかな。いや、いいっすね本当に。いや、こっちもいいな。ダイビングももう数年ぶりなんで、ちゃんとできるかな。まあなんとかなるでしょう。ちょっと探してみますけど、できなきゃまあできねえでもしょうがないや。はい、ホテルに戻りました。明日の、スクーバダイビングの予約をしました。お金ちゃんと払いました。パシフィックダイバーズ&スナックバー1600ペソですね。あ、もうちょっと名前が、本当の名前がちょっとフルレーブルじゃなくて、私の名前が、あのこういうものがあればできます。あの普通のダイビング、名前が、あ、名前、あ、ちょっと、あ、個人情報たくさん、あのこれ東京の御徒町ってとこであの撮ったんですけど、世界中有効です。こういうのがあれば、世界中でダイビングできます。あー、ちょっと名前映っちゃったな。編集で消せるかな。まあいっか。あの歩いてる人に、はい、それでも揺れてるな。あの綺麗な滝です。まあ外国まで行って滝見てもしょうがないだろう。まあ私
カナダのナイアガラフォールなんか見たことがあるんで、今日は綺麗ですね。いいですね。千ペソで3、4時間オートバイを借り切って、誘われてですね、今回ってます。こんな感じでマングローブですね。ザ・グリーンハウスエフェクト。今潮が引いてるんで水がないですけど、潮が満ちたらこの辺も、水の中になるんでしょう。尖ってるな。次はよくわかんないところに連れてきてもらいました。これなんだ、海賊船みたいなの乗ることができるのかな。とりあえずこういう船、漁船かな、スクーバダイビングに行った時もこういうのを使ったんですけど、こういうのがたくさん止まってるところですね。ああいうヨットいいですね。一隻欲しいなそんな金はどこにあるのかって感じもうちょっとせっかくの観光で観光してるんですけど、雨なんですよね。まあしょうがないか。ではこれに
どうせ偽物なの。まあいいや、乗ってみましょう。 History of Puerto Galera。 ちょっとポーズボタンでも押して読んでください。何がなることなのか。あ、これ下にも降りられるんだ。まあ、もともとスペイン領ですからね、ここ。あ、なるほどね、大砲。それからアメリカ領になって一時的に日本に占領されて、またアメリカ領に戻って、その後に独立したんですね。1570年5月の12日、うん、なるほどね。まあこういうところでのんびり過ごすのもいいですね。30日間はビザがいらないのかな。1月の終わりぐらいから、2月の中旬ぐらいまで。でもまあ私には無理ですね。猫の世話をしなきゃならないんで。フィリピンに来たらフィリピンの伝統的な料理を、食べたいと思って忘れていました。これ、パンシットかな。あれちょっと忘れてた。あのフィリピンの有名な料理です。ビーフンですね。あの中華料理の影響かな。パンシット、ビーフン。ではいただきます。